岡崎市立ぬかた図書館森の駅上方向ナー入口岡崎市ぬかたセンターは岡崎市柏山町にある公共施設。岡崎市役所ぬかた支所、岡崎市立ぬかた図書館があるほか、旧ぬかた、会館、旧森の総合駅の機能を合わせ持った複合施設である。愛称は小漏れ館。1964年10月に竣工した旧ぬかた町役場は、 岡崎市との合併以後、ぬかた市所として使用されていたが、耐震性能がないことから、ぬかた市所庁舎は2012年12月に閉鎖された。同市所は2013年1月、隣接する岡崎市自然休養村センターの建物に移転した。ぬかた市所や図書館などを集約した施設の建設が計画され始めた2013年、当初は、 すべて鉄筋コンクリート構造で建設する予定であった。しかし林業関係者を中心に地元産木材を使ってほしいとの声が強く上がり、市は2014年に木造をも取り入れる計画に変更した。岡崎市ぬかたセンターの設計は、沈田尾設計が言った。工事は2016年9月27日に着手。市は2017年10月10日から11月10日まで。 愛称の募集を実施。1000万町長の団体職員が考案した小漏れ美館が選ばれた。2017年12月15日に竣工し、2018年2月13日にオープンした。建設費は約8億6788万円。2019年5月10日、愛知県主催の第2回愛知気遣い表彰建築物部門において最優秀賞に選ばれた。 会長時間は8時30分17時15分。閉庁日は土日曜日、祝日、年末年始。行政関係機関としては、司書のほか、岡崎市役所林務課、道道路維持課、ぬかたの地区係、福祉総合窓口、シルバー人材センター、ぬかた司書も入っている。利用時間は9時19時。休館日は月曜日、年末年始。 開館時間は9時21時。休館日は月曜日。年末年始。有料の市民交流施設、森の駅情報コーナー、プレイルーム、印刷室、防災活動室、防災倉庫などがある。ありがとうございます。